ハレリア、アメン。アメン、ハレリア。アメン。こんばんは。こんばんは、ハレリア。こんばんは。お元気でしょうか。アイヌさん、こんばんは。犬さん、こんばんは。3月3日夜の電動放送です。今日はおひな祭りですね。ひな祭りは、まあ、女の子のお祭りですけれども、ぜひ、皆さんね、ひな祭りは、その偶像崇拝なんだと、偶像崇拝なんだということをぜひ理解してください。はい、リチェルさん、こんばんは。はい、こんばんは。今日は暖かかったですね。今日は暖かいです。昨日一昨日に比べてかなり暖かいです。こんばんは。今夜はゆっくり放送を見られます。ルレアさん、はい、今夜は夜勤がないということですね。西条さん、こんばんは。はい、いらっしゃい。はい、暖かくなりました。暖かくなりました。アメン。はい、私たちはですね、もう本当に、春を待ち望んでいます。春を待ち望んでいます。リバイバルを待ち望んでいます。天国を待ち望んでいます。信仰は希望なんですね。希望なんです。私たちは、その希望に満ち溢れています。もうよくこの頭の絵があって、こういろんなこうことが書いてあるのがありますけど、希望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 と、もう頭の中はこう希望だらけなんですね。信仰と希望と愛、信仰と希望と愛、それが残ると書いてあります。人生で何が大事なのか、人生で何が大事なのか、私たちはイエス・キリストにある希望、イエス・キリストにある希望を持っています。この希望は、本当の希望です。永遠の希望です。イエス・キリストの希望は、私たちは、本当に、以前は失望の人生でした。以前は失望の人生、希望がなかったんですね。このように、皆さん、このように希望はないんですよ。皆さん、よく理解してください。多くの人は希望があるふりをしていますが、霊的にはこの世には本当の希望がありません。それは、一時的な希望、この世の希望です。イエス・キリストだけが永遠の希望ですね。永遠の希望です。ぜひ皆さん、私たちはこの、イエス・キリストにある、イエス・キリストにあるその永遠の希望、イエス・キリストにある永遠の希望、これを私たちは、希望に燃える必要があるんです。イエス・キリストを喜ぶということと、同じことでしょう。永遠の救われた喜びとも言えるでしょう。天国の喜びとも言えるでしょう。私たちはその本当の希望に燃えています。信仰に燃えという言葉もありますね。信仰に燃える、また聖霊に燃えるという、
聖霊に燃えるという言葉もあります。御霊に燃えるですね。私たちは、そのイエス・キリストにある、希望に燃えているのです。イエス・キリストにあって希望で燃えています。イエス様が本当の希望です。室井さん、アメン、アメン。室井さんは真理を悟りました、ね。室井さんは真理を悟りました。イエス様が本当の希望、イエス様が、本当の希望です。その、宝のような希望、宝のような希望、その私たちはその本当の宝を発見したんですね。本当の宝を発見しました。私たちはその真理を発見したことによって人生がガラッと変わったわけです。私たちの心の中に永遠の希望があって、永遠の希望があって、そこから命の水が出てくるのです。命の希望が出てくるのです。命の希望が出てきます。皆さんのね、皆さんも、聖霊のバプテスマを受けて、油注ぎを受けて、その心の奥底から、ね、この命の水がこう流れてくることを体験した人もいるんじゃないでしょうか。心の内側から命の水、ね、命の水の川が流れてきて、その永遠の命で満たされる、永遠の命で満たされる経験がある方もいるんじゃないでしょうか。信仰で燃えてる方も、何人かいらっしゃるんじゃないでしょうか、ね。そして私たちは、もっともっと燃える必要があります。イエス様がおっしゃいました。私は、その火を、ね、与えに来たとも書かれています。イエス様は、信仰の火をこの世に与えに来た方です。私たちは信仰によってその火を受け取って、その室井さん、信仰で燃えています。アメン。信仰で燃えています。はい、じゃあ皆さん、信仰で燃えてる方、あ、自分は燃えてる、信仰で燃えてる、そのように思う方、信仰で燃えてる方手を挙げてください。信仰で燃えてる方手を挙げてください。信仰で燃えてる方、燃えてる方、結構いますね。燃えてる方います。アメン。嬉しいですね。燃えてる方、たくさんいますね。たくさんいます。アメン。そして私は皆さんにもっともっと燃えてほしいのです。もっともっと油を注いでね、火に油ですから、もっと油を注いでですね、皆さんがもっともっと燃えてほしいんです。聖霊の火、神の火、もっともっと燃えてほしいのですね。もう、油注ぎですからね、
油注ぎですから、もっともっと燃えます、もっともっと燃えます。そして、その聖霊の火によって、皆さんの内側が清められますね。もっとキューちゃん牧師の考え方を広めたいです。室井さん、信仰で燃えているので焼きもへっちゃらです。すごい。ルデヤさん、信仰で燃えてるとですね、あのその霊的に燃えてると肉的にあまり疲れないんですね。その霊的に燃えてるとですね、あの、まあ、この間言いましたね、昨日か一昨日、セキュリティ、ね、霊的に燃えてると、悪霊が来ないんですね。悪霊が来ない。その霊的に燃えてるとですね、すごく心が平安になり、また強くなります。心が平安になって強くなります。燃えてる、ね、霊的に燃えてるということがいかに大事なことか、それがカリスマ派ですね。カリスマ派というのは、室井さんノートにメモしています、ね、熱心ですね。室井さんはあのその放送ですね、メモをしているそうです。その熱心さがですね、神様の祝福を受ける、コツではないでしょうか。まあ勉強でも仕事でも熱心な方がいいですよね。信仰だったらなおさらではないでしょうか。私たちは、義に飢えかわき、その熱心に求めます。求めれば求めるほど与えられます。求めよさらば与えられん、求めよさらば与えられんと書かれています。私たちは本当に大事なものを知ったので、本当に大事なものを求めています。多くの人は、その虚しいことを求めています。虚しいことを求めてもですね、もうあんまりその、その何て言うんでしょうかね、虚しいものを求めても虚しいのです、ね、本当に価値があるものを求めることによって私たちは信仰に燃えるのです。皆さんがこの放送に来て求めてらっしゃることは大正解です。皆さんが求めているその霊的な祝福、御言葉、油注ぎを求めていることは大正解です。皆さんはその求めているように受けると思います。もっともっと求めてください。もっともっと求めてください。私も求めます。多く持つものはさらに与えられ、少ししか持たないものは取られてしまう。多く持つものはさらに与えられ、少ししか持たないものは取られてしまう。油注ぎもそうですよ。油注ぎを受けているものはもっと受けます。しかし油注ぎが少なければなくなってしまうのです。信仰も、信仰も強くあればもっと与えられますが、信仰は少なければなくなってしまいます。皆さん、もっともっと油注ぎを求め、もっともっと聖霊の火を求める、皆さんにもっともっと熱く燃えてほしいのです。もっともっと熱く燃えてほしい、もっともっと燃えてほしいのです。このニコ生の放送でもですね、皆さんは信仰米によって参加できるのです。その信仰米を、信仰兄弟姉妹が読むならば、その信仰米でも信仰的に燃えることができます。ぜひお互いの信仰によって励まし合って、お互いにもっともっと、燃え上がることができると信じます。もっともっと燃え上がると信じます。ぜひ、
もっともっと盛り上がりましょうね、もっともっと盛り上がりましょう。はい、それではですね、今日のタイトル、今日は私たちは一致ができるのです。まあ、この世にも一致がたくさんあるかもしれません、そのなんかこうスポーツで、ね、応援する一致とか、それから何かこうコンサートの、ね、一致とか、いろいろ一致があるかもしれません、ね、チーム、野球チームの一致、サッカーチームの一致、そういうですね、この世でも一致があるかもしれません。何かを、するときですね、一致した方がもちろんうまくいくわけです。協力し合うところにですね、力を合わせることによって、大きな働きができると信じます。昔ですね、旧約聖書にバベルの塔っていうのがありまして、バベルの塔はこの全世界の人がですね、まあ、散らばる前に、神様に対して人間の力を誇るためにバベルの塔を作りました。何メートルぐらいかちょっと想像つきませんが、スカイツリーぐらいの高さなのかどうか分かりませんけど、まあ、バベルの塔を作りました。でその時神様は怒られて、その、全人類ね、人々をそのいろんな言葉に、このそれまでは言葉が言語が一つだったんですけども、神様がそのコミュニケーション取れないように、アイメラニーさんこんばんは。コミュニケーション取られないように、まあ、いろんな言語を与えました、まあ、その時に日本語もできたかもしれません。はい、ノラさんこんばんは。そしてそのいろんな言語になったために人々はコミュニケーションが取れなくなって、結局バベルの塔は、壊されて、世界中に人類が散ってしまった。世界中に人類が散ってしまいました。神様は人が一致すると大きな力を持つので、神様は一致しないように、散らされましたね。人類を散らされて、そして、人類はですね、いろんな言語を持つことで一致ができなくなりました。いろんな言語があって一致ができなくなりました。そういうわけで世界はバラバラになってしまったんですね。世界はバラバラになりました。しかし、この新約時代に入って、もう一度神様はイエス・キリストを通して、神の子が一致するように計画されたんですね。人間はですね、罪によって愛し合うことができない、一致することができない、一見一致しているようだけど本当の一致ではない、ある特別な利害関係の中で一致はするけど、例えばですね、学校というところで、まあ、クラスが、ね、一緒になります。でも卒業したらもうほとんどね、バラバラになって、まあ同窓会もするとこもあるかもしれませんが、まあ、本当にずっとその友達として関わるということは本当にいるかいないかですよね。会社もですね、仕事中はコミュニケーション取りますけど、退社したり、そしてまた、退社したらですね、もうほとんど関わらない人がたくさんいるんではないでしょうか。しかしそれは、まあ、その会社だったら、ね、
会社の中の利害関係、学校だったら学校の利害関係の中で一致してるように見せかけてはいるけど、本当の一致ではありません。本当の一致、家族もそうですね。家族も一見、ね、一致してるようだけど、家族もですね、もう家庭崩壊していて、あまり、家族だからといってね、本当の一致ではなくて、やっぱり利害関係の中で喧嘩をしたり憎み合ったりしてるというのが現状ではないでしょうか。本当の一致、本当の一致、私たちは、その本当の一致というのはどういうことなんでしょうか。エペソをちょっと読みますね。エペソね、エペソ4章の、エペソ4章の1からちょっと言いましょう。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。どういうことかと言いますとですね、私たちはその、信仰によってね、信仰によってさっき言った、まあ、天国の色希望とかね、あの永遠の希望、これは同じ希望です。そして私たちを救ってくださったお方イエス様も同じ救い主です。そして私たちは御霊に、同じ御霊によって、満たされます。私たちは、その罪によってバラバラにされていた人間が、罪によってバラバラにされていた人間が、御霊によって、御霊によって初めて一致ができるんです。ですから、あのクリスチャンが、あの未信者の人と一致ができないのは、未信者の方は肉的なんですね。肉的。しかしクリスチャンは霊的なんです。霊的なんです。つまり霊と肉は一致ができないんです。霊と肉は一致できない。クリスチャンは霊的に御霊によって、御霊によって一致ができるんです。御霊によって一致ができます。そして私たちは、その未信者と首輝きを一緒に追ってはいけないと書いてあります。首輝きというのはこう一緒に仕事をしたり一緒に歩むことなんですけど、未信者とどうして首輝きを一緒に追っちゃいけないのか、それは一致ができないんです。考えてくださいね。お金を求めている人と神を求めている人が一致ができますか。お金を求めている人、欲望できている人と、ね、神の国を求めている人と一致できますか。できません、できません、できません。神を愛する人と神に敵対している人が一致できますか？できません。できません。ね、できません。まあそういうわけでですね、あの私たちは、ここにあるようにイエス・キリストにあって救われている私たちは、御霊の一致を熱心に保ちなさい。御霊の一致を熱心に保つ、または一致を求める、
皆さん、私たちは同じ神の子になったんです。同じ神の子になって同じ御霊によって導かれているのです。私たちは同じ十字架によって救われたんです。同じ十字架によって救われて、同じ神様、イエス・キリストにある父なる神様、同じ神様に、愛され、同じ神様に祝福されている私たち。私たちはキリストの体の一部なんです。ですから、一致を保ちましょう。一致を保ちましょう。そして一致を求めましょう。一致を求めるのです。そして同じように成長するのです。イエス・キリストにあって私たちは、イエス様のように、成長して一致していくのです。信仰による一致、信仰による一致、それはとても楽しいものですね。信仰による一致ですね。罪があるとですね、一致ができないんですね、皆さん。例えばですね、そうですね、まあこう板と板がありますね、板と板で、この板のこう外側にもしなんか石ころとかね、ゴミがあるとこう一致ができませんね。一致ができません。でこの板の表面をきれいにゴミを取ってきれいにしてね、きれいにするとピタッとこうくっつきますね。まあそういう感じでしょうか。そのゴミがですね、罪ということでしょうか。罪があるとね、一致ができません。罪が許されて、罪が許されて、初めて、一致ができるようになってきます。ですから、まあある意味では、その未信者の人たちは罪がありますから。一致ができないと言えるでしょう。だんだんですね、だんだん油注ぎが強くなって、だんだん油注ぎが強くなって、罪がね、洗い流されて初めて一致できるようになるんです。つまり成熟すればするほど一致しやすくなるとも言えるでしょう。皆さん、そういうわけで、これから私たちはますます一致ができます。一致を求めましょう。御霊の一致です。御霊の一致ができるんです。また御子に関する知識の一致という言葉もありますね。御子に関する知識の一致、信仰の一致という言葉があります。同じ信仰で一致ができます。イエス様に関する、イエス様に関する知識の一致も必要です。教会の一つの、特徴は一致を求めること。御霊の一致、信仰の一致、それを求めることだとも言えるわけです。皆さん、リバイバルは、ね、リバイバルが起きると一致ができるとも言えるし、また一致するとリバイバルが起きるとも言えます。鶏が先か卵が先かちょっと分かりませんが、一緒に一致しましょう。そうすればリバイバルになってきます。そしてリバイバルが起きると、一致ができます。
はい、それではですね、津鍋行きましょうね。津鍋ですね、はい、御霊の市、御霊の市津鍋、信仰の市津鍋、兄弟姉妹の市津鍋、御霊の市津鍋、信仰の市津鍋、皆さんこの津鍋の、皆さん津鍋がをこうね聞こえた時に、霊的にね、この霊的な力が与えられてね、悪霊が出ていき、津鍋が鳴るところにね、神の祝福が注がれることを信じましょう。津鍋の根によってね、この霊が変わる、霊のその雰囲気が変わることを信じましょう。アメン、アメン、アメン、アメン。御霊の位置ができます。信仰の位置ができます。私たちは位置ができるのです。イエスキリストにあって位置ができるのです。私たちは、以前はバラバラでした、バラバラでした。しかし今私たちはイエス・キリストにあって一致ができるのです。一致ができるのです。皆さん一致しましょう、一致しましょう。信仰の一致、御霊の一致です。信仰の一致、御霊の一致です。私たちは罪が許されて、神の愛という、まあ、接着剤と言ったらいいでしょうか。やっぱりこうくっつくにはですね、接着剤が必要ですね。で、接着剤がなかったらパラパラパラッ、ね、接着剤がなかったらパラパラって落ちます。しかし神の愛という接着剤があったらね、神の愛という接着剤があったら、こうくっつくわけですね。くっつくわけです。今日も私はあの電動ドリルでブブブブブブブってこう 木ネジをですね、この木ネジで木と木をくっつけましたけど、そのネジが刺さなかった ところはポコってこう落ちてしまいましたけど、ね、木ネジをブブブブブってこうね、あのねじ込んだところはあの木が落ちませんでしたね。ですからやっぱりそのくっつくためにはね、そのくっつく接着剤とかネジとかが必要なんですね。ぜひ私たちは神の愛という接着剤、神の愛という接着剤、ね、ノーラさん、イエス様は接着剤、あのレンガをね、レンガをこうセメントをつけてレンガをこうやっていくと、まあレンガの壁ができるでしょ。私たちは神殿の石ですから、私たちはこの石と石の間にセメントをのけて、でこうくっつけるわけですね。まあ、セメントがないとまたこのね、セメントがないとレンガが崩れてしまうわけです。私たちは神の愛というセメント、神の愛というセメントでくっつくことができます。愛し合うというのはまさにね、霊的にこの一致することではないでしょうか。
神の愛によって一致する、ね、神の愛によって一致する。私たちは、愛し合いなさいと命令されていますね。愛し合いなさいと命令されています。神の愛セメント神の愛のセメント。私は元歯医者なんですけど、このね、インレとかクラウンとか、ね、入れるときにこうセメント、まあ、砂利とかああいうセメントじゃなくて歯科用のセメントですけど、まあ、歯科用のセメントを塗ってですね、でこうクラウンとかインレを入れるわけですね。でセメントがあるともちろんそれがくっつくわけですね、昨日はですね、昨日だったかな、昨日、おとといですね、おととい、ここのインレが落ちてですね、行きつけの歯医者さんで、この再セットっていうんですけど、取れたインレをもう一度つけてくれましたね。やっぱり、インレが取れると噛みにくくなりますけど、取れたインデをもう一度つけてくれましたね。行きつけの歯医者に行っております。はい、それではですね、自分でもできるところもありますけど、こう奥とかね、上とか自分じゃできませんけど、まあ見えるところは自分でもできなくはないです。はい、それでは明石タイム行きましょうね。明石タイム、イエス様を信じて初めて人と人と一致できるようになった。イエス様を信じて初めて愛し合うことができるようになった。イエス様を信じて初めてイエス様という希望にあって一致ができるようになった。イエス様を信じて初めて神の子供という一致ができるようになった。アルファと同じ成分、いやいや違うと思います。はい、イエスキリストにあって一致ができるようになった証、スタートスタートスタート。神の愛でもっとイエス様と一致します。アメン。御霊の位置をイエス様に感謝します。聖霊派と福音派と社会派が一致できるように祈ります。神を愛する人は心清き人だと悟った。ぼっちだったけど兄弟姉妹と一致した。僕から信仰はなくなったら何も残らないと分かった。険悪な人と笑顔で会話できるようになった。アメン。人生に絶望して天を恨んだ。しかし今はイエス様を使わした天が最高。イエス様の愛で信仰してからたとえ相手が敵意を持っていても忍耐できるようになりました。神に感謝します。レイチェルさん、この放送で油注ぎの凄さが分かった。
学歴コンプレックスがなくなりました。学歴コンプレックスがなくなりました。以前は偶像崇拝していたけど、今は信仰マンになった。日本に超特大リバイバルが来ますように。虫歯が痛いのが収まりました。西条さん、御霊の一致ができクリスチャンになってよかったです。佐助さん、こんばんは。仲が悪かった姉と心も患者さんと一致団結して病気と戦っています。ルデアさん、市が業務で町田にいます。天国ポイント以前は一人ぼっちで孤独だった。今は教会の仲間と楽しく神様のおかげで鬱が治りました。鬱が治りました。この放送のおかげで、イエス様に祈る仕事を見つけました。クリスチャン以外の人と距離を置くようにしました。ベリーチャーミング、ベリーチャーミング。すごい油すぎを感じています。バルナバさん、すごい油すぎを感じています。アメン。この放送でイエス様を知れて本当に良かったです。この放送はみんなに知らせようと思った。キューちゃん、イエス様を紹介してくれて心からありがとう。この放送を義務教育にするべきです。信仰がどうにも止まらない。アメン。大学でこの放送を見ました。大学で見ました。
重荷を取るために十字架をお見せください。この放送でもっと学んでいこうと思った。イエス様が救ってくれるなんて信じられなかった。信じてみたらあっさりと救われた。イエス様がこの天国放送へ導いてくれました。この放送のおかげで暖房いらずです。イエス様を信じられるようになりました。弟が DS でこの放送を見てました。イエス様すごい。イエス様の愛に感謝します。イエス様のおかげでいい診察ができました。神の信仰で人々が柔和になるようにと祈りたいです。イエス様のおかげで発達障害が緩和しました。以前は恋愛を求めていた。今は神の愛を求めます。ようやく油注ぎの意味が分かりました。老若男女たくさんの人にこの放送を見てほしいです。この放送は暴れん坊だった俺を改心させてくれたよ。辛い時はいつだってイエス様がそばにいる。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。ありがとうございました。アトピーが完治しました。ありがとうございました。患者さんから聖書が欲しいと言われましたが、新約聖書をプレゼントしていいですか？もちろんいいですよ。もちろんプレゼントしてあげてください。イエス様が唯一の神様だと確信しました。娘の誕生日プレゼントに聖書をあげました。
イエス様は宇宙を支配しているんだと恐れをののいた。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、それでは、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージです。はい、イエス様は、私たちが、バラバラであってほしくない、バラバラであってほしくありません。イエス様は、聖霊様を与えてくれます。その聖霊様によって初めて、一致ができるんです。なぜかというと、御霊は一つと書いてありますね。体は一つ、御霊は一つ、御霊というのは神の霊ですね。神の霊です。聖霊様という、まあ、人格があります。ですから私たちが、聖霊で満たされて、聖霊で満たされて初めて一つになれるんです。人間は、そのように作られているんですね。人間は、聖霊様抜きでは一致ができない。聖霊様抜きでは一致ができないんです。これはとても大事な真理ですね。聖霊を受けて、聖霊を受けて初めて一致ができるんです。初めて一致ができます。このことは体験 しなければ分かりません。教会がですね、教会がもし争ったり分裂するならば、そこには肉の働きがあると聖書に書いてあります。肉によって分裂がある、肉の働きによって分裂がある。皆さん、自己中同士だったらぶつかると思いませんか？自我があったらですね、ぶつかると思いませんか？その神の愛があって、神の愛があって初めて愛し合うことができると思いませんか？ですから御霊の一致というのはそういうことですね。御霊の一致というのは神の愛で一致することなんです。この世はですね、罪によってバラバラ、罪によって争う、罪によって、もう何て言うんでしょうかね、愛し合うことができない、心が通じない、心が通じない、罪によってですね、その私たちは、どうしても、同じ思いになれない。同じ思いになれない。それが、まあ、この世の、なんていう、あり方というか、多くの人が孤独な理由はそういうことなんですね。一致ができないから孤独です。一致ができないから孤独です。しかし、神の愛で愛し合うところに、そこに一致があるんですね。神の愛で愛し合うところに一致があります。教会が神の愛で満ちて、教会が神の愛で満ちて、その御霊の一致があることが大事だと思います。そうすればもう本当に、孤独ではなく、孤独ではなく神の家族、神の家族、兄弟姉妹、家族の、神の家族、兄弟姉妹という形で私たちは一致ができるんです。ぜひ皆さん、皆さんもイエス・キリストを信じて、
神の家族に入りませんか？神の家族として一応しませんか？罪の中で生きることはクリスチャンにとって居心地のいいものではないですが、愛により我慢できるはずです。はい、それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて人間が愛し合うことができる、人間が一致できる、もしそうならば、イエス様を信じて、ね、愛し合うような人間関係が欲しい、イエス様を信じて一致ができるような人間関係が欲しい、そう思う人はアメンと言ってください。イエス様を信じて愛し合うような一致ができるようになりたい人、アメン、アメン。聖霊を受けて愛し合うような一致がしたい人、アメン、アメン、アメン。神の愛で一致がしたい人、アメン。罪によって分離していた人間関係、神の愛で一致する人間関係になる、そのようになりたい方、アメン、アメン。お互いが分かり合える心ができますように。今日の朝はですね、平和という、平安というタイトルでしたけども、まさに一致することによって平安になります。一致によって平和になります。天のお父様、感謝します。この世には、一致がありません。この世には平和がありません。それは、罪によって神様を排除しているからです。神様こそ平和の神であり、神様こそ一致の神です。イエス様、今アメンと言った方々が罪が許されて、聖霊を受けて、愛し合うことができる、人間関係、愛し合うことができる兄弟姉妹の関係が与えられますように。多くの人たちは孤独によって苦しんでいます。その孤独から、解放されるためにはどうしても罪が許される必要があります。どうぞ孤独の方々がイエス様を信じて、罪が許されて、神の愛で愛し合う、神の愛で愛し合う関係が始まりますように。イエス様、リスナーの人たちを祝福してください。神の愛で包んでください。神の愛で包んでください。私たちを、御霊の一致を与えてください。信仰の一致を与えてください。御霊の一致を与えてください。信仰の一致を与えてください。私たちを、神の愛によって愛し合う本当の人間関係、本当の、人と人との関係が、保たれますように。イエス様、リスナーの方々を祝福してください。油注ぎを与えてください。満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。はい、皆さんありがとうございました。